こんにちは、 SBFJ の利根川です。今はのっこみのシーズン。のっこみといえばはたき。さっきからご覧いただいているのは、緊急事態宣言が出る前に近所の川で採集してきたフナか鯉の卵です。時期的に考えればフナはフナでもヘラブナじゃないかという淡い期待はあります。ただまあ稚魚のうちは見分けもつかないので、大きくなったらヒゲがあるかないかでちょっと見分けたいと思います。この川で取ってきた卵を毎日チェックしてますが、白カビが生えてしまうものもあります。今ご覧いただいているのは白カビが生えてしまった卵を取り除く作業です。なぜ白カビが発生するかというと、卵が受精していなかったり、その抵抗力体力っていうんですかね、卵の栄養が足りなくてどうも白カビが生えてしまうようです。そのまま放置してしまうと、この水を入れている蓋ができるコンテナボックス内全体に、まあ、健康な卵にまで白カビが繁殖してしまうので、ちぎっては投げちぎっては投げを繰り返しております。この作業が結構細かい上に卵同士がくっついているので、ちゃんと受精している卵を潰さないように繊細にやる必要があります。卵も最初はただの透明な粒だったんですが、次第に黒い点々が出てきまして、それが魚の目になるわけですけど、採取してから1週間ちょい経つので、その真ん中に黒い線が見え始めました。くるんとさっきした時に見やすかったかなと思いますけど、それがいわゆる魚の背びれというか背骨というか、まあ真ん中の体幹というか、そんなもんでして、まあ、かなり魚としての形が形成されてきたかなと思います。台風ですごいけど、今日は生まれないでくれ。台風乗り切って平和なあったかい時に生まれてくれ。もうちょっと、カビがいる。ちょっとこれも取って、もうだいぶ育ってきたんで。いやーでもフナかな鯉かな、ヘラブナだといいな。自信がない。まあ、もしこの子たちが大きく育ってしまったら、その時はもしかしたら庭を掘って池を作ることも本格的に検討していこうかなと思います。この子たちの動画は今後釣りの動画にくっつけて公開していく予定です。今後もしどうなっていくか気になるなーっていう方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。もちろん独立して公開してほしいという要望があれば、数日分魚釣りの動画の後ろにくっつけたやつをまとめて公開することも検討していこう。いきます。そんな感じで、とりあえず今日の動画は短めで終わろうと思います。そしてまた最後にいつものお願いなんですが、動画下にある評価ボタンをポチッと押していただけると嬉しいです。いやもうここまで最後のこの私のトークまで聞いている方はもう心優しい方々だと思うので、押してくれてると思います。信じてます。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。と見せかけて魚を、卵を見たい方のためにちょっと1分以上そのまま無音で BGM のみでお届けします。